ベイ FM オンパチ、スタジオにベリーズ工房の徳永ちなみちゃん、はい、キュートの萩原舞ちゃんをお迎えしてお送りしてきましたが、はい、残念ながら、そろそろお別れの時間です。はい、楽しみ。でもでももちろん、また来てくれますよね。はーい。いやーい。それでは改めて、ベリーくんインフォメーションフィネーすみません、失礼しました。まずは6月20日にリリースされたベリキューのシングル超ハッピーソング絶対チェックです。初回生産限定版 A と B にはそれぞれ別バージョンのミュージックビデオが収録されています。そしてベリキューの特設サイトではライブバージョンも公開されていますので、ぜひチェックしてください。そしてベリーズ工房は7月7日土曜日、横浜ブリッツでベリーズ工房七夕スペシャルライブ2012織姫バージョン彦星バージョン2回公演となりますが、夜の彦星バージョンはなんとソールドアウト。素晴らしいです。ありがとうございます。そしてキュートは8月9日木曜日、音玉シースタジオでキュートキューティーライブ2012サマー in 音玉、夏ライブでドッカーン。そして今年はハロープロジェクト誕生15周年記念ライブ2012夏と題して、夏のハロープロジェクトのイベントを全国それぞれ2バージョンの公演があります。東京は8月11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、場所は中野サンプラザ。その他夏のハロープロジェクトは盛りだくさんなので、詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルサイトでチェックしてください。さあそれではね、ちょっと時間がありますので、はい、メール、ね、さっきのやつ、はい、行きましょうか。はい、ラジオネームブルースリー体験さんからいただきました。こちらはですね、ごめんなさい、いつですね、ごめんなさい、ラジオネームさっちゃんさんからいただきました。こんばんは、徳さん、まいちゃん、お二人交互で、最近仕事でハロプロ活動に参加できてなく落ち込んでいる私に元気をくださいということで、はい、こちらはお二人にお願いしたいと思います。はい、それでは徳さん、まいちゃん、お願いします。毎日お仕事ご苦労様、ほんと頑張ってるよね。時間があったら私たちに会いに来てね、待ってるから。これこれこれ、待ってるから。でもこれはあれですよね、そんなに普段言わなくはないですよね。そうですね、中野サンプラザで待ってます。待ってます、待ってます。ということで、はい、さっちゃんナイスアシストありがとうございます。ゴール決まりましたね。はい、お二人もありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは最後にやっぱりこの曲でお別れしたいと思います。はい、6月20日リリースのベリキュー、こちらのナンバー曲紹介をお願いします。はい、ベリキューの新曲ぜひ聴いてください。ベリキューで超ハッピーソング。ベイ FM オンパチ、この時間のみんなのオンパチデートのお相手はベリーズ工房の徳永千奈美ちゃん、キュートの萩原舞ちゃんでした。ありがとうございました。